カラスのいる麦畑は、オランダの画家フィンセント・ファンゴッホによって1890年7月に描かれた絵画。彼の最晩年に描かれた作品の一つである。放題は、カラスの群れ飛ぶ麦畑、黒い鳥のいる麦畑などとも訳される。ファンゴッホ美術館像。本作は、しばしばファンゴッホの絶筆であるとみなされることが多い。しかし、 1890年7月10日頃の弟、手を当ての手紙に本作と思われる作品に関する記述があることから、実際には7月上旬に描かれたと推定されている。また、1890年7月14日、オーベル、町役場や、ドービニーノには、ギノネとミキなど、タイトルや手紙の内容等から7月中旬以降に描かれたと見られる作品が存在することからも、 本作が最後の作品である可能性は低い。ファンゴッホの遺族が公式に認めたタイトルは黒い鳥のいる麦畑であり、画面の黒い鳥がカラスであるという明示はなく、さらに厳密に言えば暗色の絵の具で描かれた鳥たちの実際の体色が黒だったのかどうかも不明である。絶筆であるとの記述が最初に出始めたのは1908年。 ドイツミューンヘンのモデルネクンストハンドブルクガローなどを巡回したファンゴッホ展のカタログで当時はライユのタイトルが付けられ巨匠最後の作品と付記されていた。1914年にベルギーのアントウェルペンで開かれた現代美術展のカタログではカラスの群れ飛ぶ麦畑の台が付けられ同様に画家の最後の作品と説明された。以後、 本拠のないまま黒い鳥はカラスであり、ファンゴッホの絶筆であるとする見解が広まっていった。1956年の映画、炎の人、ゴッホのラストシーンでは、カーク・ダグラス演じるファンゴッホがカラスのいる麦畑で、本作を描き上げ、その場で拳銃自殺を遂げるが、実際に彼が自殺の間際まで絵を描いていた、また自殺を図った現場が麦畑であったという、確証はない。 しかし、この映画は世界中で大ヒットしたため、ファン・ゴッホが死の寸前に描いていた作品というイメージがさらに浸透した。麦刈りは聖書においてしばしば人の死の象徴として語られており、ファン・ゴッホ自身も死のイメージとして好んで麦畑の主題を描いている。画中の黒い鳥がカラスだったとすれば、不吉な死を表した絵という解釈も成立することに、 なり、非号の死を遂げた芸術家のイメージにふさわしい主題となる。また、後年に出版された複数のファンゴフホの、電気中では、画家の生涯を殉教の聖人伝に当てはめる記述がしばしば見られる。上記の理由から本作をめぐる一連の伝説が生まれたものと推測される。現代においてもこの絵は、展覧会や画集の最後に置かれ、厳密には、絶筆ではないがと断った上で、 画家の制作活動を締めくくるものとして、ふさわしいなどと結ばれることもある。しかし一方では固定化された解釈からの解放を目指した脱神和化,化の動きもある。1990年に BBC が制作したテレビドラマファンゴッホでは、ゴッホはカラスのいる麦畑では死なない。同年のロバート・アルトマン監督の映画、ゴッホでもこの絵を絶筆扱いにはしていないが、 死の床の場面で部屋の隅にこの絵が置いてあるという演出がなされた。本作より後に、すなわち、ゴッホの死去直前の同7月中に描かれた作品は全25点ほど存在し、これらの中には同じように麦畑を描いたものも多い。比較的明るい色使いの作品も見られる。また、本作と同様の筆跡で軍飛する鳥の姿が描かれたものもいくつか見られる。 ありがとうございます。